増山栄子さん、肺炎のため死去、ルパン三世、峰不二子、バカボンのママ役など。人気アニメ、ルパン三世、の峰不二子役などを務めた声優の増山栄子さんが5月20日、肺炎のため死去した。89歳、葬儀は近親者のみですでに取り行われた。東京都出身、4月22日生まれ。2010年のテレビスペシャル、ルパン三世ザラストジョブ、日本テレビ、まで務めた峰不二子役のほか、キューティーハニーなどキュートでセクシーなキャラクターや、バカボンのママ、リオのつぼね、一休さん、といった包容力のある女性の声で人気を博した。ターフ2017アニメ功労部門の検証者に選ばれたほか、第15回声優アワードで功労賞を受賞している。